えー、国家あ二級のお鋼のお錬金整備士でございます。はい、よろしくお願いします。はい。あのー、あで消えちゃった。まあ、い,いやあのー、僕ねあれがあの人が好きです。あのブラッドレイ相当が好きですね。はい。まあいいんですけど。で、あのですね今日はバイクのあの制御の話をしたいんですけどもあのー、僕いろいろ 練習トレーニングとかやる言ってるんですけれどもそのために思うんですが最近のバイク、まあ、僕で言うと R9T ですねっていうのは低速コントロールものすすすごくしづらいんですよこれ理由があります、はい、なぜかというと最近のバイクって親切なんですねだからブレーキがロックしそうになったら ABS が入ってくれるしタイヤがスリップしそうになったら TCS 入ってくれるし で低速でグーッと演出しそうになったらちゃんとそこで回転数を上げるように ECU からせ制御が入るんですね。っていうふうに乗りやすくなってるで最近なんか IMU で IME IM IM でしたっけねイナーシャ、えー,とイナーメジャーメントコントロールユ,ユニット。 I. M. U. ですね。なので、あの。自分のバイクがどういう向きで、どういう運動をしているかっていうの、が分かってて。その傾き。と、その今の速度。から。タイヤの回転力を制御してくれるとかですね。まあ、イタリリスクーセリーで、どうにかバイクがこけないようにしてくれるんですよ。で、こういうのっていうのは。あの。安全性が高まる。のと。 実はコ、ね、コスストトがが。安くなるんですね、製造コストがこれねそういう電子制御とかあのスロットルコントロールとかもあの電子化した方がお金かかるんじゃないかって思われると思うんですけども実を言うと逆なんですね。なぜかというと電子制御を行っているシステム電子部品とかそういうものっていうのはどんどん安くなるんですああいうのは。 たくさん作って、そう一般化して、安くなっていくんですね。なおかつ、すべてのバイクに共通して使うことができるんです。だから安くなるんです。だからコストのためもあって、電子制御化している。っていうのもあります。はい。ね、例えば、あの、ホンダがね。これは電子制御じゃないんですけども、ホンダがなんかバイク作るっていうのに。え、a. B. C. のバイクで、全部違う。 スロットルとかブレーキシステムを入れてたら高いと思うんですけど全部同じ共通のものが入れば安くできるわけですね。はい、なので電子化しています。で当然それで安全性も高まるんですけども想定しているところのみなんですね。全ててにに対して想定があるるわけでではないんんすよ、はい、で例えばあの皆さんね、えー、バイク免許取とき 坂道発進でエンストしたと思うんですけど、バコってね、まあ普通にエンストしたと思うんですけども今のバイクエンストしないんですね。半クラで開けていくとそのまま坂道に登っていきます。はい、これかなりの急坂でも登ります。はい、っていうぐらいあのあエンストしないように制御が入るんです。はい。で、あのこれっていうのは実を言うとバイクを操っているというよりはバイクに操られている、バイクに乗せてもらっている感じなんです。 安全に、はい、でそれは人の技術を補うものではあるし未熟な人やあパニックブレーキかけちゃう人をの命を救うものでもあるんですけど実際操ってやろうというふうにコントロールを入れてやるとですねよっしゃ大きいフルブレーキングでロックするギリギリ使うぞーって言うとだいぶ手前のところで ABS がビーッと入ってくるんですね。はい で結局制動距離が伸びたりとかあの、バンクしてコーナーさせてブレーキングフルブレーキングかけて曲がるーってやろうとすると ABS が作動して思いっきりアンダーステアになるとかアンダーステアっていうのはハンドル切れてないあの外,外側にはらむっていうことなんですけどなったりだとかあとはあ低速8の字とか0字であと U ターン練習をギャンとこうやってやろうとすると。 ブレーキをかけてギューッとこう低速まで落としたところで勝手にスピードを上げてきたりとかね、はい、低速でガーッと,こうガーッとかダーとかあんまり言わない方がいいですかね、はい、あのブレーキかけてあのスピードをぶーっとこう落としていって落としたところでこう曲がろうとしたら落としていったらバイクの方が制御よりできて前に出ちゃうとかあるんですよ、そういうのが。で その介入の強弱を調整することはできるんですけども、オフにはできないですね。はい、オフにはできないし、そういうものなので調整もできない。それが電子制御のまあ、弱点なんですね、はい。で、こういう昔のバイクはあの点火制御ぐらいなんですよ。点火制御っていうのはバイクの中でねガソリンと空気混ざっても燃えてますよね。 でその燃えてるののどのタイミングで火を,火を飛ばすかスパークを飛ばすかっていうところぐらいしかやってなくて当然 ABS ついてないしあのトラクションコントロールもついてないで低速にグーッとそのまままガクガクいってエンストします、はい、なので一見操りづらそうでそのセーフティーなものが入ってない危険なものに見えるんですけれどもだん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 技術が ついてくるとですねより一層意のままに操るることががでできるようになりますさてどっちが安全でしょうね極限の現場極限の状態までいかなくともバイクが制御してくれてあの通り一辺倒な月並みなことができる、ね、制動距離を誰がやってもみんな同じっていうものになるのかそれとも状況判断によって自分のコントロールで全てを操作できる。 乗り物どっちが安全かな、ね、それは考え方次第だと思います。ただ、まあ、サーキットを例に出すのはあまり、ね、あの適切ではないと思うんですけども、まああいうその極限なところに使われるバイクっていうのはですね外せるようになってます、はいね、だってあの、ね、レーサーに ABS ついてないでしょ。ね だからあ,ある一定の技術を超えてくるとああいう安全装備っていうのは逆に危険なものになってくるんですねはい。昔の abs 知ってます段差がボコンってあるといき,いきなりそれで abs ベーンって入ったんですよブレーキかけるじゃないですかそれでこう道路に段差作ってあったりとかこういうウェーブがあったやつとかするといきなり abs かかってブレーキスカスカになったりとかあの あとやっぱあれです、ね、リアブレーキのコンビブレーキってあるじゃないですかリアとフロントリア踏むと、ね、あのフロントもかかるフロントを握るとリアもかかるコンビブレーキあるじゃないですかあれであのそういう制御がいい加減な ABS が入っているとあのリア踏んでコントロールしようとするとフロントブレーキ効かなくなるとかね、はい、あとあのウィーリーコントロール今入ってますけれどもあのウィーリーコントロールそのものが悪影響したりとかね なんかそういうのもあったらしいです。はい。まあ今はあるある程度その良くなってるんですけども、あのちなみにあの 125cc に入っている ABS とあのリッターバイクに入っている ABS って全然違いますんで、ABS のならみんな同じだとは思わない方がいいです。はい。今 b ーって言ったんですけども、ABS のその介入のその分解能が早いものはビーって聞こえます。はい。遅いやつはカッチンカッチンって言います。 あのカッチンがロック解除した瞬間ですねカッチンカッっつってロックが戻るロックが戻るでこういう動きをするのとかあります。はい、なのであの全てが全てそのいいものではない、はい、当然高級車の制御はそれなりにです、ね、い,い,いいものが入ってるし電子制御電動バイクとかだとかなり細かい。 ステップでで入ってくると思うんですけどもそれ自体が例えば今言ったようにカッチンカッチンなんていうタイミングで ABS 入ってきたらそれが自分の意図しないタイミングでブレーキングかけている時にカッチンカッチンとかこうギューンって入っている時にカッチンカッチンなんてやられたらあのびっくりですよね、はい、止まるしかないですねそんなんだったらね。なのであのよし悪しです。だかからライディングスクールとと行くとですね あの割とその古いバイクが多い、古いバイクを使っている先生が多いっていうのは結構低速系だとジムカーナもそうらしいですね。結構あるあるらしいです。はい。じゃあ,あの一般の皆さんがねあのどうしたらいいかというとそこは考える必要はないと思います。ただ古いバイクだからそういう制御があまりないので性能が悪いとか良くないとか難しいとか。 そう考える必要は僕は僕ないいと思います、はい、あとはやっぱ僕も年々体が衰えていって目が悪くなって反射も衰えていってで常に集中してコントロールすることはできなくなっていくはずなんですね。で僕ね四輪車なんか特にそうでハイエースはですねいろいろ安全装備をつけてます。はい、あの自分がうっっかかかりりりしてたた見えなかったりとかねあの目が 明るさで目がくらんで見えなくなったりとかねやっぱ加齢による衰えっていうのがきっとあると思うのでそういう人が電子制御をが入っているバイクを選択してでその範囲内で乗るっていうのはすごい賢い選択なんじゃないのかなと思います。はい、だってね常にこうもうすべての反射神経を動員してやってると疲れる集中力持たないじゃないですかぼーっと走ってる時もきっとあるはずなんですよね。 でそういう時に何か起きても大丈夫なようにそこを逸脱しない速度で制御に身を任せるというのは別にありだと思いますね、はい、ただ、これからはそういうバイクは主流になるからあこういうです、ね、昔のバイクで操って楽しむというのは、まあ、もう一台買わないとだめかなというのはきっとあると思いますので、えー、いっぱいありますよね。ね、はい お買い上げいただければ幸いです。はい。えー、以上です。はい、えー。皆さんね、きっとこういう話だと思い当たる節いっぱいあると思うので、じゃんじゃんコメント書いてください。はい、お待ちしています。